お腹でカバーして、代わりにしてね。150円でしたっけ？俺は0円でした。競馬で2300万買ったの。よし、俺も今から頑張る。あ、すいません。今度近くになってます。今俺とここでいないか、いなかったかもしれないですよ、もそうね。う。むーちゃん？顔無理されてる。姉さん、なんでそんなに可愛いお嫁さんがいるんですか？それは私は2年間の長英を終わらせたからです。そこが皆さんと私の違うところです。もうそれしかないところです。私身長170センチ。そんなに高くないです。顔もまだイケメンではありません。日本語も下手です。その代わりに私ができるのは韓国語を喋れます。リアル銃撃ったことあります。グレネード投げた経験があります。ド投げた経験あるの？さ、こんな反応してる女の子を、本当の？本物のグレネード投げた？そう。え、知らんの？どこに投げた？崖の下。崖の下に投げる。投げてで、もいい？投げろって言われる。で、投げてみたら、めっちゃ下で爆音、クソでかい爆音、ブワーンって聞こえて、地震が起きた感じで、もうなんか、もう地面が揺れる。耳大丈夫？耳壊れてる。ガチでビビる。私も投げてみたい。投げるとき、間違えて、シュンして、グレネードが、落ちたらどう？で、サポート死してぬ？くれる、上官、元のティア高い方が、お腹でかわして、代わりにしてね。借り切るんでしょ、もう。そのために、最初からサポーターがついてます。彼らはもうなんか、訓練システム的になんか、契約書とかなんか証明して入るんですよね。命のプラスアルファの給料。一回でプラスどんくらいでしたっけ？ 150 円でしたっけ？ 命代です、これってなんか、そうつけてくれる。マジやばくね？ 命代が給料になんか、1ヶ月分で入ってきます。そうそうそう。安くない？安すぎだ。だから150万でもおかしくないでしょ。でも150円なんだよ。K さんは150円？俺は0円でした。俺は自分で、一般こう、人。投げるやつなんで。あれ、二つの種類の、なんだろうな、訓練方法があるけど、崖の下に投げるやつと、バンカーの中から外に投げるものもあります。で、大体、大事故になるのが、バンカーの、塹壕の中から外に投げるときに、間違えて投げて、外に投げれなくて、そのまま塹壕の中に、コロコロコロ、そう。あれもう二人全員死んだりもしてる。ダーンって。たまにありますね。マジ怖いでしょ？怖くなかった？だから人間の、俺は怖かったでしょ？人間の脳って一番なんか俺、なんかやばいって感じてるのが、これやっちゃダメ、これやっちゃダメって、人間の脳ってなんかそれなんか認識できないんだよね。猫の考えしないで。猫の考え、頭の中にパンって出るでしょ？たまになんか、やっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメにしたら、鬼がなんか被って感じで、もう中に投げちゃうんだよ。ミスで。そういうのがあるのよ、マジで。難しいんですよね、も大丈夫なの？そういうう。もとものっと、なんかて。とんでもないやつ殴るのを自分でも理解してるから、あれでなんか俺らグレネード投げる前に、先にセンプルで、もうちゃんと訓練されていた教官が先に投げるんですよね。で、そのなんか破壊力とかなんか、どんくらい地面が揺れるのか分かってるから。地震が起きたくらいでもう地面がめっちゃ揺れるから、それぐらいの破壊力を持ってるやつが今俺の手の上にこうなんか乗ってるなって思ってるから、重い？野球ボールみたいな感じ。ちょうど。野球ボール結構重いじゃないですか。硬い。野球ボールよりもうちょい重いかな。なんだなんだ、エーモンたちマジで。メリークリスマス。見ました？ 2300 万。なるほど。え、待って。2300万買ったんですか？競馬で2300万買ったの？ちょっと電話する。これもうなんかブラッシュゲーミングのオフィスも帰れるんじゃないの？なんならもう昨日建てたガラオケ買っちゃいましょうもん。2300万なら買えるんじゃないの？
やばすぎだろ、もう。2300万。よし、俺も4日頑張る。競馬頑張ります。ちなみに日本で1万、クズの、なんかね、でも食べたい、なんで言えるの？彼女たちが一番嫌ってる男がやってることは、第1位、競馬。2位、風俗店。らしいです。で、競馬頑張ります。じゃ、ヤクザ極みやりましたので、私。そうね、キャバクラと競馬はちょっと、最後持てるんじゃないかなと、ちょっと思いました。あ、すいません。どんどん近くになってます。なんじゃ、やばいな、危ないですね。すいません。そっか。競馬はどんな感じなんだろう、やったことないからな。パチンコと競馬はまだ、無経験者です。でも、まだですね。これマジで一回経験するかもしれないから。いつかね。でも、競馬の配信見たらさ、なんかめっちゃさ、ストックのチャットを見てる、めっちゃ頭が良さそうな IQ240 くらいの、メンサのなんか、会員みたいな、そんななんか感じでさ、分析のそのアナリストっぽいなんか、姿してるんですよね。甘くない世界だなと思いましたもん、なんか。運です。この世界に偶然なことはありません、皆さん。多くのなんか凡人たちは、まあ、運だと言ってるかもしれないですけど、あれは実力ではありませんかね。孫ちゃんなんか結構運強いと思うけどな。なんか当たったことある？ロトとか。あったじゃん。うん。孫ちゃんロトなんか、その。5000円だ、孫ちゃん、ロトさ、なんか5000円なんか当たったことあるから。宝くじ。番号2つ、もうちょっと当たったらなんか、今俺とここでいなかったかもしれないですよ。なんかね。そうね。なんか BTS と付き合ってるかもしれない。その5000円で一緒にステーキ食べたよ、はい、覚えてる覚えてる、あれなんか大学の前のステーキ食べたでしょ、うんうんうん、よかったこれを思い出してせっかくごちそうさせてもらったのにこれ忘れてたらまたこのポークがね勝手にね動いてこんななんかねむそう狙われたかもしれない。よしこれセーフですね。特にクリスマスの時はね、こういう大事な思いはしっかり思い出した方がいいんですよ、皆さん。マジで。普通には。もちろん大事でしょ。うん、普通も。猫って、一人なら寂しいかな？一人でも大丈夫？寂しい？やっぱり2匹の方がいいですか？最初一匹育てて、うん、もう一匹飼ってきたらどうなりますか？何が変わります？相性によるかも。うむちゃん今2歳なんだけど、3、4ヶ月ぐらいの赤ちゃんのシンガポラの子来たらどうかなって思ってます。相性はあるのか。関さんに聞こう。人と一緒？ごめん、関さん、クリスマスだけど、今からちょっと猫の相性の確認のためにね、この夜中なんですけど、ちょっと行ってみてもいいですか？奥様に申し訳ありませんけど、ちょっと今から行きますね。やばいだろ。ももちゃんどうだろうな。ももは。どうだった、ももちゃんは。なんか、猫たちに対して。もも、他の猫好き。他の猫見たら、なんか触るとしてだろ。うん、触りたくて手がちょっとこうなる。手がこうなるんですか？大丈夫ですか？大丈夫じゃない。多分社会性がなんか高いか低いかじゃなくて慣れてないと思うけどな、うん、他の猫となんか遊んだことがないから。でもね、うちに来る前に自分より小さい子猫をクリーニングしてあげたりだよね。ちょっと一緒に寝たりしたよね。まあ大丈夫かな、うん、あ、セーフかな。あ、も、あ、そのうち多分動画ファイル持ってるかもしれないです、うんうん、あれちょっと見てみようかな、一緒に。うん、これ、あ、かわいい。これちょっと見てくれません？これムーちゃんの、その子猫だった時、うちの家に来る前ですよね。ももちゃんがマンチカンの子猫かわいい。ですから多分
新しく来ても大丈夫じゃない？で、この子と仲いいからかな？これは。ブーちゃん2匹になると幸せになりそうだな。絶対に買ってもらおう。何ですか？ 1000 万円分の競馬券ですか？ないっすよ。倍にして返しますよ。どうか。お願いします。この子見てください。今なんかめっちゃキスしてくれるんじゃないですか。見てください。見てください。もうじゃ、もうじゃ。もうじゃ。もうじゃ。やってくれないですよね、この子。マジで。いや、おかしいでしょ。マジでやってくれない、これ。毎回こうなんですよ。昔からこうだった。パパなんでやってくれないの。もうじゃ。どこ？顔無視されてる。俺が見えないか、おもいちゃんに。もんちゃん。ちゅ。おかしいでしょ。この子、日本語わからないかもしれない。韓国語しか聞いてないかもしれない。優しいね。ありがとう。謎なんだよな、これ。何回試してみても一緒なんです。やめます。こっちから断ります。もうダメだ。君、俺好きじゃないんだ。うーちゃん。かわい妻と猫ちゃんまでね、3人でね、おくかわいい。パパには絶対注意してくれない、むーちゃんね。なんだ？なんだお前？なんで注意してくれんの？わかってるね、君、配信。むーちゃん、配信うまいね。わかってるんだ。ありがとう。ストリーミング猫いけるんじゃないかも。まあでも、こんなにかイチャイチャ配信ね、のんびりできるのも、まあこういうしかないんじゃないですかね。こんなにか幸せな、まあ、クリスマス過ごせるのは全部皆さんおかげさまですから、全力でイチャイチャします。あります。